明けましておめでとうございます。ひとみんです。本日は2024年1月21日発売のクレドポーポーテ限定アイテムを紹介します。ラブコレクションと題した3種のメイクアイテムとルセラム限定サイズ 75mm が特別デザインで登場です。今日はこちらのクレドポーポーテの限定品を紹介していきます。1月21日発売のラブコレクションです。すっごい可愛いですよね。箱気になる。これが何かっていうのがですね、可愛い、こちらのタンクッションエクラルミヌとタンクッションエクラナチュレルのケースになります。見て見て、とっても綺麗ですよね。ラブコレクションっていう名前なので真ん中にハートがあって、で天使ちゃんがいて、真ん中にクレドポーのマーク、とっても高級感のある綺麗なデザインになってます。ちょっと大きい方がタンクッションエクラルミヌ、少し小ぶりなのがタンクッションエクラナチュレルのケースになります。現行品普通のタイプについては過去の動画でご紹介しておりますので、そちらご覧ください。通常品はクレドポーのマークだけあって、全部紺色で統一されたデザインになっています。ケースの大きさとか重さとかは通常品と一切変わりませんので、そのまま中身入れ替えて使うことができます。はい、こちらがルミヌのケースです。はい、じゃあこんな感じです。でこちらがタンクションエクラナチュレルのケースです。このような感じになってます。ナチュレルの方はこんな感じで丸くなってます。ルミヌとナチュレルのケースに互換性はないので、そこだけちょっとご注意ください。デザインがマーゴット・リバディさんっていう方のデザインだそうです。限られた色数の中でカリグラフィーを可能にする技術を持っている方だそうで、これね、手書きっていうかカリグラフィーで書いてあるんですね。すごい技術ですね。こちらのコレクションのメッセージはアンロックザハート、心の鍵を開き溢れる愛の世界へというメッセージが込められています。下の方にこちらに鍵もありますからね、こちらで心の扉を開いてくれるような、そんなメッセージですね。とっても可愛いしこだわりのある一品です。こちらケースは両方とも3300円となっております。ぜひゲットしてください。続きましてがこちらです。じゃーん、これ何でしょうか。もうね、勘のいい方分かっちゃうかと思うんですが、じゃん、わー、レオスールデクラなんですよ。17番が入っております。先ほどのクッションファンデーションのケースに関してはお好きな色を選んで入れるような感じなんですが、こちらのレオスールデクラの方は17番のみ発売となっております。もともと中身が入っております。なのでケースが欲しいけど17番じゃない色使いたいという方は自分の色と入れ替えたりして使ってください。でもね、この17番の色めちゃくちゃ綺麗なんですよね。わかりますかね。繊細すぎてわからないかな。このね、程よいツヤ感ですよ。ギラギラしすぎないツヤ感がすっごく上品でおしゃれですよね。すっごい綺麗な上品なツヤが出ます。とても綺麗なツヤになってます。でこちらもですね、爪楊枝とかを刺せる穴がありますので、そこをプスッと刺していただくとこちらがポッと外に出て中身を変えられるようになってますので、入れ替えの際はそのようにしてください。こちらも先ほどと同じマーゴットリバディさんのデザインでございます。かわいいでしょう。このね、イラストみたいなものが、天使さんがいたりお花があったりとか、カリグラフィーですって。すっごいかわいい。でこちらは中身が入っているものなので、通常のレオスールデクラのケースと中身付きの本体と同じ価格で税込み9350円でございます。レオスールデクラデビューしたかったっていう方はこの機会にぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。こんなにかわいいのでね、持ってるだけでテンション上がります。箱はこのような感じです。もう箱かわいい、絶対に捨てられないです。これハープがあったりとか、キラキラっと光る素材でお星様があったりとか、大変こだわった一品でございます。そして最後こちら、うわーわわわ、もうね、綺麗すぎてね、そこら辺のもの全部映っちゃってるぐらいなんですけど、これなんでしょうか。実はこちらルセラムなんです。中身は今からお見せしますが、まず外の箱ですね、見てください。ふにょ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 ってなって、等間隔で渦巻きみたいなものがあって
て、中国の伝統工芸品の長い時を経ても唯一無二の崇高な輝きと色褪せない強さ、美しさに着目して作られたデザインでございます。伝統とモダンが共存する華やかなデザインに内なる強さを解き放ち、凛と美しく輝ける都市へという、そういうねメッセージが込められております。龍のようなデザインもあって、で辰年の今年にぴったりとなっております。テーマはタイムレスラディアンス、タイムレスカルチャーの作り出す永遠の美しさを毎年のコラボレーションにより表現しています。コラボレーターはシウェンさんっていう方で、中国国内で北京最年少の高級工芸アーティストです。ね、すごく綺麗な女性なんですよね、シウェンさんっていう方。このねデザインがいいなと思った方はシウェンさんで調べてみてください。じゃあ中身見ていきます。じゃーん、うわー見て見て、あー綺麗すぎる。普段はねこの下の方の色なんですけど、こうやって赤が入るだけでだいぶ印象が変わりますね。特別感と高級感が素晴らしいです。で中にもこのね先ほど外の箱にあったようなこういうデザインで、もう金が輝いててとってとても綺麗です。こんなのね洗面所とかドレッサーに置いておくだけで気分上がっちゃいますよね。でこちら 75mm なんですが、毎年発売されてます 75mm、 いつもはないサイズでございます。いつもは 30mm と 50mm だけ計算してみたんですが、 30mm だと税抜きで 16,000円なので 1mm あたり533円、 50mm の場合、ま、本体でフィルムあるんですが、今回は本体で計算すると税抜き 25,000円なので 1mm あたり500円で、 75mm こちらですね、こちらだと税抜き 33,000円になるので、なんと 1mm あたり440円になります。可愛いだけじゃなくて中身もお得になっております。 30mm を買うより93円もお得、 50mm を買うより60円もお得になっておりますので、ルセラムをデビューする方はせっかくだったらたっぷりお得にこちらのデザインで使ってみてはいかがでしょうか。 75mm はレフィルの作りがないので、どうしてもこれを使いたいっていう方はここは開くので、衛生的にはおすすめはしないんですけど、写したりとかして使うのも、まあ、まあ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 最終手段でどうでしょうっていう感じですね。おすすめはしません。ブランドを象徴する鍵から着想を得て描いたアートワークで、知性を意味する中国古代の鍵の原型の龍の形がモチーフになっています。鍵の原型が龍なんですね。で2024年の干支は辰年であると同時に、陰陽五行の考え方では木の年だそうです。なのでこのロゴを取り巻くように周りの柄は木をイメージしているそうです。いろんなことがかかっていて、なんかすごいですね、ダブルミーニングと言いますか、伝統文化でありモダンであるこのようなデザインでございます。中身もお得ですので、ぜひぜひゲットしてください。はい、今回紹介いたしましたラブコレクションいかがでしたでしょうか。これ今撮っているのが2024年1月4日現在なんですが、今のところ柳屋でまだ予約完売となっていなかったので、欲しいっていう方はもう今すぐご連絡していただいて確保予約していただくのがいいと思います。入ってくる数がとにかく少ないんですよ。全部ね一桁台でしか入ってこないんですよ。でもう埋まりつつあるので、ご連絡いただいた時の在庫状況っていうのはありますよとは言えないんですが、今のところございます。全部なので私も大急ぎで編集いたしますので、こちら見た方は今すぐ概要欄の LINE からお取り置きの連絡をください。早いもの順となります。で1月21日発売ということで、なんとですね1月の18日から月末までは柳屋 20% ポイント還元セールやっ出ますので、その期間にお買い求めいただきます。ということはご購入金額の 20% 分のポイントが返ってきてしまうということですので、かなりお得に返ってしまいますので、他で買うよりお得なんじゃないかなと、あまり強くは言えませんが
そう思います。ということで、今日の動画いかがでしたでしょうか？ちょっとね、今日はね、取って出ししたかったので、こんな感じになっているんですけれども、こういうね、ご紹介の仕方だったら、結構ポンポン動画出していけますので、どうでしたでしょうか？今後もね、こういうスタイルの、こうでこうでこうですよっていう、私が直接見せて、説明しながら見せる動画もいいんじゃないっていうことだったら、こういうスタイルも取り入れて更新頻度上げていきたいなと思っております。ご意見、コメントでお待ちしております。本日もご視聴いただきありがとうございました。2024年もスタートいたしました。明けましておめでとうございます。去年見ていただいた方も皆さんありがとうございました。2024年、もっともっと更新頻度上げて頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お店でもスタッフ一同、YouTube からのご来店お待ちしておりますので、皆様気軽に足を運んでください。JR 京浜東北線の関内駅、北口から徒歩5分のところにあります。アクセスも比較的しやすくて、周りもご飯屋さんとかたくさんあって、徒歩圏内で赤レンガ倉庫とか港未来も行けちゃうので、とても楽しい街ですので、お待ちしております。アットホームでいい雰囲気ですので、ぜひぜひ来てください。それでは、こちらのご予約もお待ちしております。今すぐ連絡ください。バイバイ。